2020年夏のオリンピック招致を目指す東京招致委員会の理事らは今日未明、開催計画の概要をまとめた申請ファイルを IOC 国際オリンピック委員会に提出するため羽田空港を出発しました。国民の皆様方一人一人の思いを込めた申請ファイルですので、ぜひこれを機内でも大事にですね、抱えさせていただいて、無事届けたいと思っています。申請ファイルは IOC の質問に答える形で、大会のコンセプトや競技場の計画などをまとめたものです。東京招致委員会の中森理事らが羽田空港から IOC の本部があるスイスのローザンヌに向かいました。ローマやマドリードなど6つの都市が立候補していますが、 IOC は5月に一次選考を行い、立候補都市を絞り込むことにしています。